天気予報をお伝えします。今日の大阪最高気温は三十五点二度、猛暑日となりました。土日のポイント、天気ライオンちゃんです。 はい土日も熱中症にそして晴れていても天気の急変にはご注意ください明日朝の最低気温の予想から、まあ、ほとんどのところ25度以上ですね大阪、京都、神戸27度、今夜も熱帯夜でしょう日中の最高気温は大阪35度奈良は36度くらいまで上がる見込みで大阪、兵庫、奈良、和歌山県には熱中症警戒アラートが発表されています外、歩く時間なるべく短めに屋外での 運動や作業は控えるようにしてください。さて、大気の状態が非常に不安定となっています。 雨の様子を見ていきますと、近畿の北部、紀伊山地、明け方にかけて激しい雷雨、竜巻などの突風に注意をしてください。そして明日の午後も、京阪神など中部、北部、山沿いで急に雨が強まり、雷雨となる可能性があります。晴れていたとしても、川の水位が上がったりだとか、川の上流で大雨になっていないか、水の事故には巻き込まれないように気をつけるようにしてください。土日の各地の天気です。 明後日日曜日の方が晴れるところが多いでしょう。ただ明後でも山沿いでは夕立ち雷雨の可能性があります。そして猛烈な暑さ続きそうです。え週間予報です。はいいよいよ真夏が到来する見込みで来週は特に前半ですね。よく晴れて強い日差しでこう気温がぐん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 上がっていきそうです。 心が折れてしまいそうなそんな暑さとなりそうです京都の予想最高気温ですが土日来週再来週と34度から37度の予想ですただこの予想幅があるんですね暑くなりやすい条件が揃ってしまいますと来週火曜日なんと40度くらいまで上がるような可能性があります子どもたちもう夏休み期間に入っていきますが熱中症対策は 万全にするようにお願いします。危険な暑さ、熱中症にくれぐれも気をつけてくださいえ、最後に洗濯情報です。土日で見たら、明後日、日曜日の方が洗濯にはおすすめです。ただ、夕立ちで濡れてしまうないようにご注意ください。以上、天気予報でした。